日本鹿児島県鹿児島市大流町大流町は鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は892-0805。人口は817人、世帯数は445世帯。大流町の全域で住居表示を実施している。稲荷川の下流域、鹿児島市中部に位置する。町域の北方は、池の上町、南方は、上本町、柳町、東方は、 春日町、西方和下流美町、上流美町にそれぞれ接している。町域の西端に、鹿児島県道25号鹿児島加毛線、南端に、国道10号が通っている。東部には、鹿児島市立大流小学校が所在している。大流町という町名は、南浦文の和尚が町域内に解散した、大流寺に由来している。百六十七年の住居表示実施前後の、 町域赤破線の区域が現在の大流町青色が上流美町赤色が下流美町黄色が池の上町ピンク色が旧社町である1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い鹿児島市は鹿児島市街地域の住居表示に着手した1967年11月1日に上町地区の一部において 住居表示が実施され、住居表示の実施に伴い町の再編が行われた。それに伴って、池の上町、車町、上達尾町、下流尾町の各一部より分割され、鹿児島市の町、大流町として設置された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は、 以下の通りである、天章院、ありがとうございます。